あ、引き出してくれる？2つ入れちゃうか、2つ。これどうだ、2つ入れちゃう。これってこのまま凍ったまま入れてるんだよね。仙台雑煮って引くとさ、ハゼとか、あとイクラとか乗る。海側とかなのかな、あれ。ハゼはさ、丸々乗ってたりするよね。ハゼ出しで、ハゼも乗ってんの。ハゼ出しは仙台のお雑煮だよね。うちは鳥だけどさ、ちっちゃい時ハゼ釣り行って、あの藁でこう縛って干すんだよね。ああ、ハゼを、うん、一回やったことあるんだけど。ハゼ出しはほんと仙台のそうだよね。なんかね、あとイクラ乗ってたりさ、具だくさんなんだよね。やっぱ同じ仙台でもさ、身の幸がそれにプラスアルファで入った。引き名が絶対なんだよね。あ、あんこ見せて。あんこ見せて。説明して。なんで無言なの。こちらは我が家でいつも山形の味まんっていう、おやきのお店があるんですけども、大判焼きみたいな、そこのお店で売られてるあんこを買ってきて、あんこ餅にしています。これでいい。もうちょっとサラサラにするの。いや、このぐらいがいいな。これでいい。うん、ありがとう。
OK？ じゃあお餅焼こうか。お姉ちゃんはお雑煮だけでいい。何日ぶりのお雑煮だ。これが追記芋柄ですね。これね、うん、うん、コキコキして美味しい。これ買いに行ったら年末もう売り切れたんだよね、近くの八百屋さんで。なんかチャーちゃんちとは違う。うん、チャーちゃんちはこの追記が入ってないの。うん、うん、あとこの干し椎茸入ってるよ、これ。うん。うん。うん。もち。ちょうど朝こういうの食べてなかったけど。うん。なんかさ、キャーちゃんちで食べてきて、少しまた食べたくなってんだよね。3日ぐらいになるとね。うん、うん、おかえり。俺も強くあるし。やった。じゃあんこ餅いただきます。いただきます。おいしいね。おいしい。パパ水で溶いただけ。うん、水で溶いただけ。おいしい。雑煮がうまい、うん、これめっちゃうめえ。よかった。パパの友達で雑煮好きな人いてさ、うん、一年中食べてる人いたよね。マジで毎日食べる人っていいの。でさ、ご飯とかさ、すげえ食細い人なのに雑煮になった餅10個とか食べてる。おかわり、うん、3杯目。
少し。俺もそうだった。はい、おお、少なめって言ったのに。おお、じゃあいっぱい食べさせたいじゃん。多分生まれ変わりが多いんだと思う。どういうこと？修行が多いってこと。でも俺も修行多いよね。うん、ママの次に初めて人間になった誰が？クワガタとかだったんじゃない？ずっとクワガタとか蝶とかさ基本虫が多かったような気がする。あ、そうだよ、これ本物。え、ママは何だと思った、何だと思った人間、お釈迦様人生、あれじゃない、カメムシ。いいの。いや、大根の煮付けだな、これ。今狙った、動画意識した、あれ受けたからって。今大根煮付け受けたからって、またちょっとお父さんあんまり計算するな。なんかこうあれだよね、こう雰囲気も流れも関係ないさ、底抜け系だよね、こう突き抜けてるよね。なんかあんまり周りの空気とか、マスミちゃんに言われた、ジャンマちゃんは突き抜けちゃってるって。もうなんか気にしたりするじゃん、雰囲気とか流れとかさ、そういうところも突き抜け出るよね。うん、空気は読まない。 KY だけです。あえてうちの子たちって空気読むよね。あのよ、お前が読まないから読むようになっちゃうんだよ。うん、食べない？今日夜何食べるの？アボカドだけ？トマトもあるよ。アボカド食べごろ、めっちゃいい。ここにモッツァレラちょっとちょうだい。うん、うん、おいしい。このモッツァレラおいしいかも。うん、うん、おいしい。ごちそうさま。
謎の食事。謎の食事。そう、なんかこっち。美味しいね。あ、モッツァレラ美味しいね。モッツァレラ美味しい。ちょうどいいし食べ頃。モッツァレラ美味しい。食べる？うん。ソーセージ1本食べた。あ、やだ。くれないの？うん。うん。うん。あんと。あ、これリピだわ。何？モッツァ？リピ角？トマトの切り方です。ちょっとお湯しますか。私朝お雑煮とあんこ餅食べてからお昼食べてない。何でダイエット始めるって。えダイエット始めるって明日からな。だって今日もう朝からお餅食べちゃったし、ブルーコリーだし。じゃない、別にダイエットしなくても。いや、やばいでしょ。ダイエットって気をつけないと。あんだけ食べて太ってない方だと思う。え？あんだけ食べて太ってない方。うん。だって昨日やろうと思ったらさ、もっと食べようって言ってたじゃん。今日我慢するって言ったじゃん。明日からでいいって言ったじゃん。うん。あれ、あれの時にね、もう血で下がっちゃったの。